皆さん、こんにちは。近畿大学腫瘍内科の中川です。で、今日は3月28日に行われる予定でありました、日本肺がん学会主催の市民公開講座を、今回、新型コロナ感染症の流行のために残念ながら開催することができなかった。その代替版といってはなんですけれども、予約講演会に切り替えまして、この市民公開講座をやりたいと思います。そして、で、今日、その肺がんの治療というのが今後どのように展開していくのかということについては、このような時節ではありますけれども、多くの方々が大変大きな興味を持っておられるだろうということで、ぜひ期待して聞いていただきたいと思います。もう前振りというようなことで、私が勝手にタイトルをつけましたが、肺がん治療の未来ということで、少しだけご挨拶をさせていただきたいと思います。皆さんどうでしょう？優れたがん治療っていうのはどういう治療なのかということを考えますと、それはですね、正常細胞とがん細胞をできるだけはっきりと見分ける力を持つものである。2番目には、強力なかつ細胞効果、できれば殲滅できるようなものが有効でしょう。で、そして肺性化しない、つまりその効果が持続していくという治療方法が画期的なものなんだということなんですね。この3つが合わさると、肺がんは治るということです。皆さんもご存知のように、がんの治療には4つの4本柱と言われるものがあります。外科手術、放射線治療、そして薬物療法。薬物療法の中には、現在、従来からあります、殺細胞性抗がん剤のによる治療と、分子標的治療、そして発展してきました免疫療法のこの4大療法というふうに言われるものです。上の2つは局所療法、そして下の薬物療法といったのは全身療法というふうに呼ばれています。さて、それではこれらの治療はどのようにしてがん細胞を見極めるのでしょうか。上の2つ、外科治療は人間の目で見て、そしてがんを摘出するわけですよね。ですから人間の目で直接見て仕分けています。放射線治療はどうでしょうか。放射線治療は実際の目ということではなくて、画像を撮った中で、画像を見て、ここはがん細胞だから放射線を当てようというふうに、やはり人間の目で見分けているということができるのではないでしょうか。それでは最近発展してきた免疫療法はどうかというと、その人の中に存在する免疫担当細胞が、がん細胞とがんでない細胞、正常細胞を見分けている。これは素晴らしい、理想的な方法になって、今もが発展しつつあるというところですね。じゃあ、真ん中にあるがん薬物療法はどのようにして見分けているか。それは薬剤が標的とする標的分子の量と、もしくは質を見分けることによって、それぞれの質に、量によって効き方が、効きやすさが違ってくるということで見分けているんだと、こういうふうに考えられています。その標的の分子というのはどういうものなのかというと、がん細胞の特性、ここに書いてあるようにいろんな特性があって、それを司る分子があるんですね。先ほど言った標的分子はそれぞれのがん細胞の特性を形作る要素になっている。そういったものを薬剤が攻撃するわけです。代表的なものが EGFR ということになります。 EGFR の遺伝子変異が2004年に発表されました。この L858R とかエクソン19のデリション、欠失と言われるものが90%以上を占めているんですけども、このような遺伝子異常があると、イレッサという EGFR の遺伝子テロシンキナーゼ阻害剤にとってもよく効くんだということが分かったんです。つまり、効きやすさは遺伝子の質によって、異常があるかどうかによって、それが見分けることができるという時代がここから始まったわけです。その後、行われましたこの第三相比較試験、イレッサで最初から治療するか、それまでの標準療法であったプラチナ併用療法で治療するか、比較した比較試験でありますけれども、その結果として EGFR の遺伝子変異がある人には、このイレッサで、EGFR のチロルシンキナーゼ阻害剤がよく効きやすいし、また逆に EGFR の遺伝子変異がない人にとっては、
プラチナ併用療法の方が効きやすい。イレスは全く無効であるということが分かりました。その結果、どういうことが分かったか。優れた治療。これはイレスさんのことを言ってるわけですけれども、正常細胞と EGFR が、遺伝子変異が陽性であるがん細胞を正常細胞とはっきりと区別して選択的に死亡させることが、死滅させることができる。強力な殺細胞効果があって、より強く、早く腫瘍を小さくすることができる。そしてより長く効き続ける効果があるということが分かりました。その結果、2010年に肺がん学会が出しております肺がん診療ガイドライン、いち早く世界に先駆けて、初回値を EGFR 遺伝子変異を有する非常細胞肺がんに対しては、イレッサを最初に使いましょうということが提唱されたわけであります。で、今現在どうなったかというと、この EGFR の遺伝子変異だけじゃなくて、このドライバー遺伝子、がんのになる原因になっているような遺伝子が肺がんにはいっぱいありますよということが分かり、で、それぞれのドライバー遺伝子に対して特効薬である阻害剤が開発されていてということになります。その他、免疫チェックポイント阻害剤も出てきました。血管新生阻害剤も加わり、そして現在、2000年には21世紀を迎えた時には、プラチナ併用療法だけしか標準療法を持たなかったのですけれども、現在20年が経ちまして、非小細胞肺がんと診断をつけられましたら、まずは遺伝子スクリーニングを行い、遺伝子異常のある人にはそれぞれに対応した分子標的治療薬を使い、そしてそうでない人にはプラチナ併用療法と免疫チェックポイント阻害剤を併用して治療する時代にということであります。そして大事なことは、進行非小細胞肺がんの治療が現在、国、国家を挙げて全世界で進められているがんゲノム医療のモデルになったということでございます。このような今日の状況の中で、今日はどんな方々がどのような内容について話していただけるかといいますと、まず肺がん学会の広報委員長を務めておられる岡田先生に肺がんの概要をお話しいただき、続いて大阪大学の呼吸器外科の新谷教授に肺がんの外科治療について、そして、兵庫県立粒子線医療センターの放射線科、沖本先生に肺がんの放射線治療について、そして最後に近畿大学腫瘍内科の武田先生に肺がんの薬物療法についてお話をいただくこととなっています。新しくどのように肺がんの治療がそれぞれの分野で進んでいくんでしょうか。もしくはそれぞれが組み合わされて、どのような治療として発展していくのでしょうか。今日はこれらの先生方のお話を通して、肺がん治療の未来を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。